それでは第1試合を開始します。青コーナーよりイオンソングマシーン2号入場。さあ青コーナーより入ってまいりました、はるばる京都祇園より参戦のイオンストロングマシーン2号。ゆっくりと観客を見ながら入ってまいりました。なかなかの雰囲気を作って自分の世界に連れ込もうと、パートナーのギオン・ストロングマシン3号を引き連れてやってまいりました。今ゆっくりとリングイン。赤コーナーよりまさなかのみ入場。さあやってきたと長浜プロレスの中継者まさなかのみ、一本を突きに暴れ回ります。プロレスはでかい、でかいが正義、でかくと千円長浜プロレス。さあ今上に入ってきました、圧倒的存在感まさなかのみ。ただいまより第2試合 L1 クライマックス D ブロック1回戦30分一本勝負を開始します。青コーナー170cm 75kg京都イオンプロ所属、青いマスクの暴れん坊イオンストロングマシーン2号。赤コーナー173cm 0.1トン長浜の暴走重戦車マサーナカーレミトン投げ飛ばしました。ギオンストロングマシーン2号、さあ奇襲攻撃成功しているぞ。ここで一気に攻撃を仕掛ける、かける足を取る、バックに回って、おっと動物を扱うようにこのしなやかな動きから、おっとキャメルクラッチがあります。また中込み、早速スタミナを削られるキャメルクラッチ。超人と言われたラーメンマンの必殺技、キャメルクラッチ出ております。まずロープロープロープ、おっとまだまだ締め上げる締め上げる、まるで熊を受け取りにするこのような、ここでリング中央に引っ張ってまいります。おっとまだ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 締め足りない、田中ゴミを締め上げる。さあ張って張ってロープが遠いぞ、なんとか逃げ切った正中ゴミ。奇襲攻撃から防戦一方正中ゴミ、ここで体力を奪われると白熱のリング上なかなか厳しい戦い。おっとここでエルボー一発、この一発が重たい、ロープに振る、おっとびくともしないぞ正中ゴミ。おっとレスリングの体勢からテイクダックを抜ける、だが強烈まさなかゴミ。おっとここで出た、カソリがダメです。まさなかゴミしっかりテンデスラック、さあリング中央ブレイクが遠い、ここで腰をしっかり落として締め、おっと3号が足の手を、フォーメーションといいますかコンビネーションはうまい。イオンチーム
とバックに回る正中ボディですが、ここでロープに引っ張ってくる、あの奥に振って帰ってくるぞ、いいぞ、地に蹴り一発、待て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 、しまえば同じストロングマシーン2号先行がぴったりとハマっておる、おーフレームだ、フェイントに飛んできました、強烈、こういったシンプルな技、体重を乗せると一気に必殺技のような威力が、ラリアット、なぎ倒すラリアット、技が必殺技になり得る、握力かける体重イコール破壊力、投げました、またスープレックス、もう一発という声がお客さんから出てきました、そこら得意の体勢だぞ、投げるか投げ切るか、どうだ、おーっとこれは投げたくない、ここで投げさせるわけにはいかない、ブレーンバッター、バッター、バッター、当然と背中に、おーっと、ここで手を痛しますよ、さあ得意のフィールドに持ってきた、リングでやってくれ、おーっと、おーっと、おーっと、ミスナイト3号飛び合っておりました、さあどうなっている、場外戦はミスナイト3号、お客さんお気をつけください、お気をつけください、おーっと傷口を持ちをしています、これはレフェリー見ていない、これはうまい、レフェリーの見ていないところで樋口、中込み同点勝手を投げております、さあここでヒレットブラックバスも出てきましたが、これは関係なさそうであります、スナイト3号の放送は一旦終結しましたが、ここで戻ってます、どこでもやるお前、リングに戻ってきた両雄、さあここはギオンマシーンにもチャンスであります、さあ首ネックを掴んでロープジア、おーっと3号が3号が、ここで投手が刺さった、ビッグブーツ3号に自爆対角手に振って、おーっとここは受けてましょう、ボディーアタックの背中に冷静に動きていく、もう一度クッキーザチッキーボディーアタック、また中込みチャンス、おっとチャンスが、これはお新しい技出ております、貫禄がため、また中込み貫禄がため、勝利の雄たけび上げている、下がロープが近い、どうだ、締め上げる、締め上げます、手を持ってメイクガタガタ、決まった決まった決まった決まりました、勝った中村ですが。